京都府道22号八幡木津線は、京都府八和田市から道府木津川市に至る、主要地方道に指定された府道である。現行の道路法に基づく、主要地方道として、全国で初めて指定された路線のうちの一つで、木津川砂岩の町を結ぶとともに、関西文化学術研究都市の東端を通過する。道幅は全線で、片側一車線であるが、 路肩の余裕がない箇所が多く、走行しやすい道路とは言えない。京田鍋市内までは、京縄自動車道が並走している。また、バイパスとして、山手幹線の建設が進められており、部分的に共用されている。かつての終点は、木津川市下原で、原道から木津川市八木市で分岐し、近鉄京都線のガード下を潜り国道163号へ接続する地点であった。 本路線は、旧道路法に基づいて1936年以前に、不動四土八幡線、不動八幡田辺線、不動田辺木津線として指定されていた路線を継承したものである。道路法第56条の規定に基づき、主要な都道府県道として1954年に指定された。原道バイパス山手幹線の区間についてはそちらを参照。 交差する場所の括弧書きは地名。それ以外は、交差点名で表示なら県道。京都府道65号1個前デセントの交差点との標識京都府京田辺市産山木屋座電中で、撮影京都府京田辺市産山木屋座電中で撮影。ありがとうございます。